どうもこんにちは、タムジョーと申します。よろしくお願いします。やっていきましょう。今日はですね、久しぶりのね、マラソン練習をやろうかなと思うんですけれども、今日は30キロを3分30のペースでね、行こうかなというふうに思っております。いえいえいや、ちょいちょいちょいとちょいちょいちょい、ね、また俺今なんと琵琶湖直前にタイムリープしたのかなって琵琶湖が夢だったかのようなね、発言でしたけれども。そうそうそう、え、終わったっけ琵琶湖。終わったよ。終わったか。琵琶湖終わってもな、2日3日経った感じね、今。今日ですね、琵琶湖マラソン無事ね、完走し、そして目標達成することができました。イエス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 。ということでね、今日はですね、マラソンはその走ったことある人もいるし、今走ったことない視聴者の方もいると思うんですよ。で、僕も初マラソン走ってみて、そのどれぐらいね、マラソンの後って疲労が来るのかっていうのをね、ダウンがてらというか、ちょっと走りながら、その感想をですね、伝えたいなというふうに思ってるんですよ。実際のところなんですけど、いろんな人にね、マラソン走った人に話聞いたりとかしたら、やっぱトップ選手でも、1週間を休まないといけない、ほぼもう休みの期間が1週間らしいの。だからもうマラソンそれぐらいダメージがひどいということなんですけれども、今日僕は、今3日かな3日経ちまして何やかや2日かな2日か2日2日経ちまして、今日はもうでも本当に全然あんま走れないと思うんで、20分から30分ぐらいね走りながら、次の日はどうだったとかね、その次の日はどうだったとかも言いながらね、話していこうかなと思います。それでは早速やっていきましょう。集中していくぞ。集中していくぞ。あれ、これ琵琶湖前日、琵琶湖前だっけ。琵琶湖前だぞ。ごめん、時計忘れたからさ、測っといて。じゃあ行くよ。はい。じゃあ30分ぐらいね、行きます。よーい、ゴー。いい、痛い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 。いや、なんかすごい走り方だし、結構きついの。そんなやっべえよ、マジで。マラソンってこんな疲労くんの、やばい。全然進まんぞこれ。え、これ本当に作りとかじゃなくて。作りとかじゃない。まず1日目の話していい？1日目、はい、マラソン終わって次の日の話。次の日、やっぱさ、筋トレとかやったさ、その日よりさ、1回寝て次の方がきつい時あるじゃん。起きた瞬間えぐい痛いよ、ね、筋肉痛がやばいみたいな、っていう感じで、次の日やばくて。まず寝てんじゃん、で朝起きてベッドからまず起き上がれない。まず起き上がれないの。まずね。しかも足とかだけだと思うじゃん、こことかも筋肉痛なのよ。なんかもう踏ん張るじゃん、めっちゃ、ね、踏ん張ってするじゃん。ここら辺も筋肉痛。腕も使うからね。だから俺今一つ疑問に思ったことあるんだけどさ、日曜日に大会あったわけじゃん。日曜ね。で、全員がさ、実業団選手ではないじゃん。もちろん一般の市民ランナーさんとかもいるじゃん。あ、まあいたね。っていうことはさ、あれ日曜に行われたからさ、次月曜じゃん、平日じゃん、仕事あったってこと。休んだと思う。会社行くとき、出勤ときこうだもん。あ、おはようございます。っていうぐらいのレベルで疲労がえぐいの。そう、そんぐらいの感じで疲労多分えぐいと思う。じゃあここでクイズ。はい、俺に対して。あ、全身の中で、一番疲労きてる部位どこだと思う。全身の中で一番疲労きてる部位か。一番やばいとこ。なんだろう、お腹とか。お腹自分だろ。いや、だってよくさ、内臓脂肪がひどいとか。内臓疲労ね。内臓脂肪ですか。俺じゃん。内臓脂肪俺か。内臓脂肪自分じゃん。内臓脂肪、内臓疲労が結構えぐいとかってよく言うから。お腹。お腹じゃないの。お腹はさ、自分じゃん。だからさ、僕の撮影者ね、新幹線乗るときに駅弁買ったんですよ。で、駅弁買って食べて、で、駅着くじゃないですか。幕の内弁当で。昼飯行こうぜっつって。ステーキ丼食ってました。いや、なんかさ、どんどん行くんだよ。食いすぎやろ。駅弁とかってさ、食べた気になんないんだよね。わかるでしょ。ちっちゃいけどね。ちょっとちっちゃいからさ、食べた気になんなくてさ。お腹ではないです。お腹じゃない。お腹は撮影者です。まあ、知らない人のために言うんですけども、うちの撮影者はね、カンフーパンダのポーみたいなね、やつなんですけれども、っていう感じで、お腹ではなく前ももやばい。前もも、前もも、やっぱ太ももってさ、筋肉が一番多いじゃん。そうだね。その足の部分の中でもちろん、そういう意味でやっぱやばいんだよね。多分後ろとかふくらはぎが結構くるかなと思ってたのよ。普段の練習とかも結構くるんだけど、なぜか今回前ももがやばい。やばいやばい。じゃあさ、疲労についてはさ、今ので全部分かったんだけどさ、ちょっと実は俺が一番心配してるのがさ、
ちょうど1ヶ月前にさ患ったさ、うん、あの超腓骨筋の腱鞘炎あーありましたね、怪我だよね。怪我したね。そこはどうなの？フル走った後さすごいダメージが来るっていうのを覚悟で走ったじゃん、正直な話。そうだね。だから今それがなんか悪化してんのか痛いのかどうかっていうのはめちゃくちゃ今気になってて、あのねちょっとね危なそうな感じがあって、うん、走っててうわちょっとこれ来るじゃないかなみたいなと思ったんだけど、超飛行スキンのところも、うん、なんか痛かったんだけど、うん、なんか嫌な痛みではなかったのよ。今走ってみて、うん、その超飛行スキンの腱鞘炎の痛みではないのかなと思って。あ、なるほどね、うん、ならそれはすごい良かったね。でも前はさ、うん、怪我した時って、うん、30キロ走やって、うん、1日空けて120分やって、ね、怪我したじゃん。そうだね。俺も今日多分今日30分弱なんですけど、うんうん、今日120分とか無理して行ったら、うん、多分なっちゃうかも。とりあえずこの1週間ぐらいはそう万全に休んで、うんまあ、次の 1000m だったりとか、まあ、どんどんまた面白系を増やしていくっていう感じになってくるのかな。まあまだちょっとまだあんまり決められてない。あ、まあそうだな。でもなんかやっぱせっかくマラソンも無事目標達成したし、やっぱり楽しい動画とかは載せていきたいなっていう思いはあるから、まあまだ考えたらね新しく載せていけたらいいなと思います。で最後にさ、うん、ちょっと最近聞いたところだってさ、給水あったじゃん、スペシャルドリンク給水ね、うん、あ作った時前日作ったやつ。そうなんかメッセージ書いてくれたじゃん。はいはいはい、そうね、あのタメ嬢が風呂入ってる時に書いてくれたじゃん。これは撮った時に見るわみたいな。あ、言ってて唯一撮ったのが終わったら牛丼食べようぜみたいな。まあ好きや行こうぜみたいな感じ。あ、そう好きや行こうぜみたいな感じだったじゃん。それ以外さ、うん、どんなメッセージ書いたんですか、知りたくてさ。そうね、うん、俺もあんまり覚えてないんだけど、うん、松屋行こうぜってのと吉野家行こうぜっていうのも書いといた気がする。飯ばっかじゃねえかよ。飯ばっかだよ。そう、そのやつは書いた気がする。だって残りは忘れちゃった。もっとなんかないの、そのここが粘れとかさ消えるぞとか、なんかその1秒削り出せとか、なんかそういうのあんじゃん。なんかその日の夜さ、うん、その日撮った動画を編集してたからさ、うん、めちゃくちゃお腹空いてて、うん、夜も寿司しか食ってないのよ。寿司しか食ってない。寿司食ってもいいだろ。寿司食ってそうだ。寿司食えばいいじゃん。寿司食えばいいか。まあまあいいだろ。そういう感じでちょっと食べ物がどうしても頭の中から離れなくて、なんでだよ。その時思いついたのがすき家、吉野家、松屋っていう、もうこの3種の神器なのよ。三原神なのよ。まあその中でね、いいマラソン大会だったんじゃないでしょうか。そうだね、総括して、うん、じゃあまたね、次の目標に向かって頑張りますんで、でまた次の目標は今後発表しますんで、お楽しみにしていただけたらと思います。ということで皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。次回もよろしく、バイビー。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。